はい、日進塾 .net の鈴木です。今回のテーマはインデックス HTML を作成するです。ですね、インデックス HTML って聞いても何が何だかさっぱりわからないって感じなんですけど、サーバーにアクセスしたら一番最初に表示されるファイルのことです。で、桜の方、実際桜インターネットの方を契約したら、会員ログインでログインしていただいて、サーバーコントロールパネルに入って、でその後ですね、ファイルマネージャーを起動して、アクセス設定の方を見ると、まあ、ここに全部出てるんですけど、実は、index.html 以外にも最初に表示されるファイルってのはあります。それが何かっていうと、index.htm とか、index.shtml とか、index.php とか、index.cgi ってものです。で、これがデフォルトで、設定されてて、さらに優先順位がついていて、ここに書いてある、上から順番に優先順位が高くなってます。ですから、まずインデックス HTML を見に行って、なければインデックス HTM を見に行って、それがなければインデックス SHTML を見に行って、で、それでもなければインデックス .php を見に行くと。で、インデックス .php で仮にまあ、そのファイルがあったとすると、それが動くというような形になります。で、じゃあ実際これファイルどういうふうに作っていくかっていうと、まあこれは、簡単で、まあどこでもいいんですけど、例えばマイドキュメントの中でもいいですし、デスクトップでもいいですけど、とりあえず、ですね、もうサーバー借りてますので、今後はいろんなファイルをたくさん扱っていくようになるので、フォルダを作っておいた方がいいですね。まあ、例えば、うちの場合、もう、こう、s.net。まあ、ドメイン名でフォルダ作っておくと便利です。で、このフォルダをですね、作ったフォルダを開いて、そこで右クリック。で、新規作成でテキストドキュメント。で、ここでですね、ファイル名を index.html と、こう使えると。で、拡張子を変更するとファイルが使えなくなる可能性があります。変更しますかって出てきますけど、まあ、構わず、ファイル名変えてください。で、これで、HTML のファイルができたことになります。で、なんでこんなめんどくさいことをやってるかと言いますと、要はですね、これから、ホームページの中身を、まあいろいろといじくっていくわけですけど、実際にサーバーが動いてるのかどうかとか、クライアントコンピュータ、自分のこのコンピュータですね、とサーバーが実際につながってるかどうかっていうのをテストするためにも、こういう簡単なファイル操作ができないと、なかなか今後の作業が難しくなってきます。で、じゃあ実際この作ったファイル、中身を、書いていくんですけど、これも簡単です。右クリックで、プログラムから開く。で、Windows でしたらメモ帳っていうのがついてますので、これで開いて。で、例えば、西智子のホームページと書いて、で、このまま、上書き保存で
閉じると。で、これで、西智子のホームページっていう文字が、表示されれば、サーバーがちゃんと正常に動いている、サーバーに正常にファイルが送れたっていう判断になります。で、まあここまでで、まあそんなに特段問題はないと思うんですけど、次回は、このファイルを実際にサーバーにアップロードして、ホームページが表示されるかどうか、ホームページを表示されるを、解説します。ご視聴ありがとうございました。